安住の犬飼氏は、安住の犬飼を、死の名とする氏族、聖は連、海、犬飼氏と同族とされる。犬飼部は犬を飼育して、宮城門、大和朝廷の直轄領である宮家、大倉、内蔵、などの主営にあたった品部であり、安住の犬飼は、県、犬和若犬飼の、海犬飼新、犬飼連、熱海手犬飼と共に、 これを統率した友のみや子ころ族の一つである。新先生四六、摂津国津神別によると、渡辺美山とたらいの地三世、孫美と久し命のの後なりと伝えられている地義の神、別氏族で、摂津国西成群には、安住の氏の機内における、本拠地と推定される、安住の号が存在する。安住の連士のうち、犬海部の友のみや子となった氏族と見られている。 安住の蓮氏の発祥地は渡辺三神を祀る、滋賀海神社のある、筑前国か谷郡、四ヶから安住の郷にかけての一帯であり、安住の犬飼氏も、六世紀前半に設置された、か谷宮三宅や、名の積み家の主営の任務に当たった氏族と思われる。昭和59年に発掘された、名の積み家の遺跡と推定される、福岡市博多区博多駅南の日。 めぐみ周辺には、三宅殿、関伝、犬飼の地名が見られ、このことを立証している。安曇野市の中央政界進出に伴い、海、犬飼氏と共に、機内に移住したものと思われる。信濃国安住郡には、安住の犬飼連氏とその同族である新、犬飼連氏が居住しており、これに関連して、犬飼という地名がある。また、同地で、 安住の死の祖を祀る穂高神社は、安官長に活動した安住の犬飼い師の倉飼い連の子、船丸連によって放祭されたことに始まるとされる。海、犬飼い師とは異なり、天武天皇十三連に制定された発色の姓では、新しい姓を授与されていない。また、資料に現れる詩人の名前も見当たらない。ありがとうございます。